どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。本日は皆さんにご報告したいことが2つございまして、この動画を撮っております。今年2020年1月からこちらのチャンネル、まみやんチャンネルを定期配信という形でやってまいりましたが、自分が YouTube でね、動画を作るにあたっていろんな方の YouTube のチャンネルを見るようになって、動画を作る時にこうしたらいい、ああしたらいいっていうのをね、参考にさせていただきながら今日までね、動画を作ってきたわけなんですが、このまみやんチャンネルにこれまでなかったものが一つ追加されることになりました。というわけで発表いたします。まみやんチャンネルにオープニング動画ができました。そうなんですよ、この度ですね、オープニング動画を作りまして、めちゃくちゃシンプルなものなんですけども、見てくださる皆さんにこのチャンネルの名前を覚えていただけるよう作ってみました。では早速ご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、というわけでいかがでしょうか。先日ね、あげましたアーシャを撮りに行った時の写真を使ってですね、簡単なオープニング動画を作ってみました。ちょっと見てみたいなと思っていただけるような、まあ短いね、オープニング動画作れないかなと作成してみました。やっぱりね、有名な YouTuber さんの動画を見ていると、なんかね、すごくキャッチーなオープニングがあってですね、そこから動画に入っていくっていうような流れがあって、私も結構そのオープニング動画の曲とか歌とかを口ずさんでる時があるんですよ。だからね、やっぱり私もちょこっとしたのでいいから欲しいなということで、まあ初心者なんでね、あまり凝った動画が作れないんですけども、今回作ってみました。これがね、次回の動画からちょこっと追加されるはずです。なのでね、また新たなまみやんチャンネルをね、楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いします。でですね、2つ目のご報告なんですが、これはね、また新たな試みです。私まみやんのサブチャンネルが開設いたしました。はい、というわけでサブチャンネルなんですよ。私まだね、チャンネル登録者数165人ぐらいしかいないんですけども、やっぱりね、このまみやんチャンネルで普段お送りしている動画っていうのは、まあ私の、演奏動画だったりですね、日常的なものだったりとか、まあそういったものを中心に挙げているわけなんですけども、一つ私の大きな趣味っていうのがあって、これはまあ音楽に関係してくることなんですが、普段この自粛生活に入るまでですね、もう毎日のように通っていたのがカラオケなんですね。で、私は本当に小さい頃から歌を歌うことが大好きで、まあそこは上手い下手関係なくですけど、本当に大好きなので、ちょっとね、そういったカバー曲を歌うチャンネルを作ってみたいなということで、今回早くもサブチャンネルを作りました。何をね、歌っていくかっていうのは今後いろいろちょっと試行錯誤しながら、まあ自分に合った曲をちょっとチャレンジしていこうかなと思いますので、もしね、ご興味ある方はご登録いただければと思います。で、そのサブチャンネルのタイトルなんですが、まみやんカバーズというタイトルで始めようと思っておりますので、まみやんチャンネルとまみやんカバーズ両方のね、チャンネルを今後ともよろしくお願いいたします。というわけで、ご報告動画としてちょっとね、短い動画ではありますが、この動画良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。